そうです、はい、こんな感じです。いつでもやってみましょう。オープン。どうもよりのりさん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、しこしりでございます。すすくすすく、ま、しこしりでございます。今回は冬じゃないですか。秋どこ行ったんみたいな感じで、冬といえば大根でしょう。皆さん冬にね、大根レシピはいくらあってもいい。なぜかといえば大根って1本って売られててめちゃめちゃ余るから。なんで今回は至高の豚バラ大根で、今回はですね、本当に美味しい豚バラ大根ですね。小細工なし、豚バラ大根はこれさえ作っとけばいいっていうような豚バラ大根の決定はこれをね、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介です。まずね、豚バラ、これ僕はね、ブロック使います。はい、これがね、大体ね 500g で、見てわかると思うんですけども、脂身とね、赤身、今回半々のものを使うんですけども、赤身と脂身が赤身6、脂身4ぐらいの方がすごくバランスがいいので、それぐらいにしてください。今回はね、ちょっと55ぐらいになってると思うんで、ちょっとこってりめにできる、上がると思います。はい、でもこれでもすごく美味しい。そして、大根、大根もね 500g ね、これちょっと小ぶりなものになるんですけども、ちょっと分かれちゃってるんですけども、500g を使います。あと生姜ね、生姜 20g で結構使います。はい、で、あと鰹節、もうね、最近鰹節ばっか使ってると思うんですけども、やっぱね、鰹の香りってすごくいいので、いい出汁も出ます。なので鰹節使っていきます。あとは調味料は概要欄に書いてありますので、そちら見てください。今回至高の豚バラ大根を作っていくんですけども、やっぱり豚バラ大根じっくりね、ことこと煮ていく料理になります。だからですね、僕をじっくりことこと、調理していきたいと思います。アルシューマシン集合。ではですね、僕自身を調理していきたいと思います。乾杯。じゃあ今日は旅の仲間、哲也です。よいしょー、生き残って。飛ばしすぎなんだよね。一杯目早いです、一杯目早すぎ。はい、じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、この鰹節ね、 6g あります。で、これ出汁に使いますんで、これ粉にしていきます。池森システムです。もう毎回ディーンの池森さん動画貼った方がいい。600ワット50秒チンして、粉にすることにより、かつお粉になってですね、あの出汁によく馴染みますんで、最初大根デイケンです。ピーラーね、ピーラーで皮むきます。あの、僕ね、皮むかない調理法も結構やってるんですけども、豚バラ大根はね、皮の食感ちょっと気になるんで、皮を剥いた方がいいです。これ皮はね、後であのきんぴらにできるんで、ね、醤油と砂糖とお酒でやるといいですよ。厚く剥かないとダメっていう方もいらっしゃるんですけども、このやり方だとそんなに気にならないんで、はい、これは後できんぴらにしていきます。ここでね、鰹節が出来上がったんで、こいつ先に揉んでいきます。そうすると水分が抜けてね、香りがすごい立つんですよ。で、これを揉むことによって、水分が抜けてパリパリになってますんで、粉にしやすくなります。で、これでこのカツオのね、お出汁でちょっと煮ていくのが今回の至高の豚バラ大根なので、こうするとね、市販の出汁を使うよりちょっとこう香り高いね、極上の旨味が出ますんで、これはね、キュッキュキュッキュしてください。めっちゃうまいですか、これ。これがね、粉になったら OK です。で、カツオ節、粉にしました。で、大根、大根ね、好みっすけど、だいたいね 1.5 センチぐらいに切っていきます。1.5 センチから2センチぐらい、おでんよりは太くない感じですね。こんな感じで、豚バラ大根なので、おでんみたいな感じしなくてもいいので、これね、真ん中で切っちゃう。これね、こんな感じですね。はい、もうちょっと薄めでもいいけど、まあこれぐらいがいいかな。そうしましたら、まあ大根はちょっとで、生姜、生姜は皮付きのままでいいので、こんな感じで薄切りにしていきます。薄切りにしたものを千切りにしていく感じですね。千切りにしていく。生姜の香りは僕は乗せた方がいいと思います。お肉の香り和らいで、生姜のね、爽やかな香りが残りますんで、はい、結構ね、 20g って結構な量なんですけども、で、生姜はできればですよ、なければいいんですけども、国産のものの方が香りが強いので、国産使っていただいた方がいいと思います。僕の感じだとね、こっちの方がね、国産の方が香りが強い。で、次ね、豚、はい、この豚野郎を切っていきます。だいたいね、1センチぐらい、ちょっとね、厚みがある、薄切り肉でやる場合もあるんですけども、これはね、僕バラのブロックでやった方が、豚バラ感が出てすごく好きです。
これぐらいの、まあ、サムギョプサルかなぐらいな、1センチぐらいかな、1センチ幅ぐらいに切っていきます。この大きさで売ってる豚バラがあったらそれそのまま使っていただいてもいいんですけども、なかなか売ってないんでね、バラをこうやって切った方がいいと思います。もちろん薄切り肉とかでもできるんですけども、やっぱねこのお肉の感覚欲しいですよね。豚バラ大根はね、至高なんでね。今回ね、薄切り肉でやりたい方はね、焼き豚バラ大根みたいなのも僕やってるんで、それを見ていただくとすごくいいかなって思います。はい、こんな感じで、はい、それではですね、下ごしらえはね、もうこんなもんなんです。あとは、全部フライパンの中でやっていきますんで、火を使っていきます。じゃあ、やっていきたいと思います。まずね、フライパン火かけます。でね、油、小さじ1杯でいいですから。あんまりね、油引いちゃうと、油しちゃう。でもね、小さじ1杯の油、これ大事なんです。なんでかっていうと、油は、あのね、これ豚バラの油ちょっと出していきたいんですね。油がフライパンに入っているとこの肉の油っていうのはより出やすくなるんですよ。なんでこいつを焼くときは少し油で、これで焼いて豚バラに香ばしさをつけるとともに余計な油ちょっと抜いていくんですね、焼くことによってね。豚バラね、まあカロリーはねちょっとあるかもしれないけど、やっぱりカロリーあるもんってうまいからね。カロリーが高いものを食べるときに気をつけていただきたいことがあるんですけども、カロリーを高いものを食べるためにですね、カロリーが低いものがあるんですね。わかりますか？カロリーが低いものを食べたらそこで我慢した分カロリーの高いものを食べていいってことなんで、その豚バラ大根とかね、こういうなんかこってりしたものを食べるときはカロリーが低いものをお昼に食べてください。はい、そうすればフラメゼロ。好きなものを我慢する生活はやめましょうね。好きなものをどうにかして食べる生活ね。そのために、他のお食事をヘルシーなものにするとかっていう方が、人生豊かになります。これでね軽くね油ちょっとにじんできますんで、でこのにじんだ油、後でね、ちょっと吸い取りますんで、大体ね、両面にあのこれぐらいの軽い焼き目がついたら油、結構出てると思います。これはね、キッチンペーパーかなんかでね、拭き取ってください。こうやって吸い取りましょう、油。これ一緒に煮ちゃうとね、ちょっとこってり味すぎちゃうんで、少し油残ってますよ、こんな感じで。ここに生姜入れます。これで生姜ね、ちょっと炒めるとね、香り良くなりますんで、豚、いい色じゃないですか。これがいいんですよ。生姜入れて、香りすぐね出てくると思います。そしたら、大根ここも入れちゃう。こうやってこれでかかったな、まあいいか。豚バラ大根ですから、で麺取りとかしなきゃっていう方いらっしゃるんですけど、あのね麺取りって別に味影響しないんで、見た目だけなんでいらないです。自分で作って自分で組んで、そういう気遣いいらない。味に影響しないところは徹底的にやらない方がいいです。もし商売したい方は料理研究家ある料理人の方のを見た方がいいと思います。ただ家庭で、料理上手になりたいな、生活のための料理がしたいなって方のは料理研究家のを見た方がいいです、はい、コンセプトが違うんですね、料理人と料理研究家って結構違うところです、はい、僕は自分の役に立つものを作ってる。大根にね、あのこの良質な残った油をねちょっと吸わせるような感覚ですね。で炒めていきます。そしたらこの大根がね炒めていくとね、あのちょっとテカッとしてくるんですよ。もう油絡ませるぐらい で大丈夫ですから。油絡んできたらここにお水ね 550cc、 お酒 50cc、 はい、そしてリュウジにハイボールを 100cc 入れます。鰹節、これね粉にすることによってそのまま入れるより、あの下に残らないんですね、これね。で、鰹節バーッと入れていきます、そしたらここに旨味調味料、あのここって今あの豚のイノシン酸と鰹節のイノシン酸しか入れてないので、ここに味の素のグルタミン酸を入れるとイノシン酸とグルタミン酸の相乗効果、まあ3振りぐらい、そうするとグッと味深みが出ます。はい、でもねこの量に3振りなんでそんな入れないですね。でもこの3振り、ね、3、4振りがね相当効いてきますから、はい、これ入れたのと入れないとではね、あの舌が敏感な方は多分すごくよくわかると思います。これで一回沸かすんですね。一回沸かしていきますよ。で大根は下茹でしないでいいです。下茹でするよりも鰹節の出汁の旨味を今ここで吸わせたい、もうギュッと吸わせます。で一回沸かしてから蓋をして約中火で20分煮込む感じですね。じゃあこれこんな感じで沸いてきますんで、これ蓋して中火で20分。じゃあ20分後に皆さんお会いしましょう。はい、じゃあですね、あのすいません20分後に会いましょうって言ったんですけども、これ大根の皮余ってるじゃないですか。でこれどうにかしたくないですか皆さん。これ食べられますんで、今きんぴら作ります。きんぴらはね、あのこの豚大根の調味料だとプラスごま油だけで作れるんで、ちょっともう軽い作り方ね、もう本当に興味のある方飛ばしていただいてもいいです。はい、もうちょっぱいで作っていきます。ごま油
でこの量だったら小さじ1杯ぐらいでいい。でこれはあの 500g の大根を、ピーラーで切ったこの皮ですね。これもう切るの面倒くさいからこのまま いっちゃいます。まずごま油吸わせる。大根とごま油ってすごい相性いいんですよ。今回ちょっと長いけど、あのもし気になる方は半分に切っちゃってもいいし、でも面倒くさかったら切んなくても、ね、かじっちゃえばいいんで。ちょっとね、あのちゃんといってくださいね、これね。本当はね、もうちょっと細くした方が良かったりもするんですけど、もう面倒くさいんで、この20分の間にやれることをやりたい。で、チリチリにしていきます。そしたら、ここに調味料入れていくんですけども、この量だったら、みりん小さじ1杯、醤油小さじ1杯で、チリチリになってきますんで、大根の皮はね、薄いんですぐね、火が通りますんで、ね、大根の皮って食べられるんで、皆さん捨てないでくださいね。でも、ほら、リボン状になって可愛いでしょ、これ。出汁が入ってないんで、かつお節入れましょう。二つまみぐらいでいいです。こうやって時間のあるレシピにとって、無駄ないことをやった方がいい。で、味見してください。あー、これはご飯進むわ。ということで、これも、試食の時に出していきますんでね。はい。はい、ということで20分経ちました。ということでですね、僕のハイボールも空になりました。空になったということは20分経ったということです。はい。こんな感じです。まだね、水分たっぷりありますね。で、ここにね、入れるんですよ。お醤油、大さじ3と半分。3と半分ですね。みりんです。大さじ1と半分。これでね、照りですね。醤油は味付け。で、お砂糖、大さじ1と半分です。じゃあまず大さじ1。僕の豚バラ大根はね、そこまでがっつり甘いタイプじゃないので、これぐらいで、これね、どんどん水位がね、これから低くなっていくんで、途中ちょっと混ぜながらこの味ね、醤油の塩分を吸っていきますんで、そしたらこれをね、また足して途中混ぜながら20分中火で煮込んでいきます。じゃあまた20分ぐらい会いましょう。はい、ということで、なんか鈴虫が鳴いておりますけども、ということで20分経ちました。すごくよく煮詰められたと思うので、ちょっと途中かけ足しましたので、いってみましょう。オープン、開けてびっくり玉手箱、こんな感じでございます。で、ちょっと若干火から下ろしてたんですけど、すごく水かさが減ってるの分かります。もうほとんどないんですよ。もうね、下に水たまりぐらいあるなと思ったら、かましてください。これ大根の色見てください。超染みた色をしてますよね。で、ちょっとね、デイコンをね、ちょっと味見する。で、薄かったらちょっと煮詰めてください。僕はね、もう少し煮詰めた方が好きかな。はい、これ蓋開けていいですからね。煮詰めてちょっと照りを出す感じ、うん、そしてこのカツオの出汁が効いたこの出汁の香りでハイボール。ああ、もう早く食わしてくれ。じゃあね、最終的に煮汁かなり少なくなりました。こんな感じ、これぐらいちょっと煮詰めました。だから、いや、これは味が染みててうまいぞー。じゃあ持っていきましょう。これ以上の豚バラ大根はなかなかね、カツオの香りがすっごく効いてます。豚と大根の香りっていうのはね、まあ豚の香りもすごく ありはありなんですけども、日本人ってね、美味しいなと思う香りってやっぱカツオなんですよね。カツオとか出汁の香りを尊ぶんで、僕は食材の旨味は科学的に合成できると思ってるんですけども、香りだけは無理なんですよ。だからそういうところは天然の鰹節とかそういったものの力を借ります。いいですね。で、さっきのチンピラ大根もありますので、チンピラ大根もここに盛りましょう。ということで、こちらで至高の豚バラ大根の完成でございます。それではできましたので、いただきたいと思います。おお、豚柔らか、これトロットロですやん。いただきます。大根が箸でサクッと切りますよ。これいただきます。あ、やばい、これ今季1位かもしれない。リュウジのバズレシピ今季1位かもしんない。これ、あのね、大根しみしみ、豚ホロホロなんですよ。これ合うな酒。豚バラ大根自体が最高の仕上がりになってます。僕はこんなに美味しい豚バラ大根食べたことないです。で、やっぱね、鰹節の香りがふわっと変わりますね。20分で段階を踏んで煮込んでるんですけども、そして決して甘すぎない味付け。僕はね、あんまり豚バラ大根は甘いとあんまり好きじゃないので、このね、絶妙な味付け、もう僕好みにやったんですけどね、最高です。そしてこれ、
味変感じねえでしょ。からしでございます。これ、ね、甘辛味にはからしってね、昔からそば決まってんの。ちょいとつけてこれ、うわあ、これ大好き。ちょっと芋なかったっけ、うち。ちょっとすみません、焼酎飲みたくなっちゃったんで焼酎いかせてください。いや、すみません、あのちょっと前にもらったのこの八丈焼酎、情け島、うちの焼酎これあったんで、ちょっとそうだ、いっちゃっていいっすか。もう撮影これで終わりでいいっすか。これ麦、あの芋も好きだけど麦も大好きなんで、これめっちゃうまい。これのソーダと、ちょっと待って合わせるから、今ちょっと待って、ペアリングするから。ふわっ、最高。豚にはね、焼酎ですよ。あんまり僕この動画焼酎飲んでない、実は焼酎すごい好きなんですよ。そして大根の皮、きんぴら、あこれうまい。わかります、この皮のコリコリ感。いや最高。ちょっと哲也来て。はい、最高だよこの大根。はい、いただきます。いただきます。さあさあ、いいっす、いただきます。おろっと、うすごい。最高でしょ、これは。うまい、小料理屋ですよ、これは。小料理屋レベルですよ。臭み全くないでしょ。全くない、全くない。あの生姜をがっつり入れてる。じゃね、また角煮とも違うのよ。角煮はもっと甘くしないとダメなんだけど、もう酒と合わないわけがない。大根がやばいね。大根うまいでしょ。肉もすごいんだけど、俺これ出す店行きたいんだよね。提供してこよう、提供してこよう、紙で。ちょっとこれ作ってもらえませんかって。自分で作って飲むのもすごいんだけど、これを出してくれる店に来た。俺あんま作りたくない。酒飲むとき。これもちょっと食べて。わあ、歯ごたえすごい。めっちゃいいじゃん。うまいじゃん。好き。いや、完全もうレストランの店でした。お店レベル、もうお店レベルってことですよ。これだけ語らせていただくけど、料理研究家はせいぜい3、4人前作ればいいじゃん。まあ。でも飲食店さんって20人前とか30人前を作るのってマジ大変だから、それをね、一緒にしちゃダメなんだよね。30人前とか40人前の料理を仕込んで味をぶらせないことなの。俺これ40人前仕込んだらめっちゃ味ぶれるから。本当に測ってもやっぱダメか。そうだから、そこに技術がいるんだよね。もう熱かしたもん、あまりにも、あまりにも。飲んで、よしよし、いや、俺料理人の人じゃん、尊敬してるの。ちょっと残りサブちゃんでやろう。じゃあ至高の豚バラ大根、これはね本当にね、あれレベルですね。すぐ前までします。ちょっと S ランクの店あんまないんだけど、うち S ランクなんだ。 S ランクだ。 S ランク、このテーブル S ランク、このテーブル S ランク。またちょっとあのスマブラの前にちょっと作って、ちゃんと前なんかカルパッチョとかニベタとかいろいろ特別な日しか作った。至高のドレッシング。俺は作るより飲みたいの。